ヒーリングコア泊まり木代表の松金です。内奈良町社会福祉協議会の藤田です。よろしくお願いいたします。思いとして時代の荒波により傷ついた人が休まる場を作りたいと思い頑張っています。それでは悩みを分かち合える泊まりに心のサロンと、思いを伝えていく当事者団体ヒーリングコア泊まり木と、当事者と地域の皆さんと一緒に生きづらさについて考えていく内奈良宣言的設立委員会について説明させていただきます。それでは悩みを分かち合える泊まり木心のサロンについて説明させていただきます。泊まりに心のサロンは12年前、平成20年、内奈良町社会福祉協議会に生きづらさ、精神障害や発達障害について、家族や友達でもなかなか理解してもらえず、専門の病院でも話をちゃんと聞いてもらえなくて困っている、相談が多く寄せられるようになりました。そこで同じ悩みを話し合える場所が欲しいとの声を受けて、泊まりに心のサロンができました。最初は毎月第4土曜日、月に1回集まり、特にテーマを設けずに自由に話し合っていましたが、だんだんもっと話し合いたいとの思いが強まり、回数が増えて活動日が毎月第2、第4土曜日、第4月曜日、毎週日曜日まで拡大していきました。現在は日曜日の活動は活動場所が閉館したことから中止となっています。今では精神障害、発達障害、生きづらさを抱えた人の心の拠り所として存在しています。次に思いを発信していく当事者団体ヒーリングコア泊まり木の説明をさせていただきます。先ほどお話しさせていただきましたが、悩みを分かち合える泊まりに心のサロンができて10年、気軽に仲間と話せる場所ができて、自分たちの中では非常に良かったとの声が多かったのですが、それに引き換え、地域はほとんど変わっていないんじゃないかとの話になりました。自分たちも精神障害、発達障害、生きづらさについて理解を深めていくために、地域に何か発信していこうとなり、当事者団体ヒーリングコア泊まり木が設立されました。活動としては定期的に各公民館を回り、研修会、精神障害や発達障害の基礎理解を開催して、できるだけ地域の皆さんに理解を深めていただけるように頑張ってきました。その背景には、地域の皆さんにもっともっと自分たちのこと、生きづらさ、精神障害、発達障害について知ってほしいとの思いがあるように感じられました。当事者団体ヒーリングコア泊まり木ができたことで、仲間で集まって思いや悩みを一緒に共有するだけでなく、個人の思いを集め、みんなの思いとして地域へ発信できるようになったと思います。続いて当事者と地域の皆さんと一緒に生きづらさについて考えていく内奈良宣言的設立委員会の説明をさせていただきます。悩みを分かち合える泊まりに心のサロンや、思いを発信していく当事者団体ヒーリングコア泊まりにができて、地域へ発信することができるようになり、生きづらさ、精神障害、発達障害の理解が深まっていくのではないかと思いながらも、皆さんの中でマヤマヤ感が残っていました。生きづらさを抱えている自分たちだけではなく、地域住民みんなも一緒に生きづらさについて考えていかないと、地域の理解はなかなか深まっていかないのではないかと思い、昨年令和元年11月、当事者と地域の皆さんと一緒に生きづらさについて考えていく内奈良宣言的設立委員会が立ち上がりました。まだ始まったばかりで、またコロナ禍の影響であまり動けていないのですが、毎月第4水曜日の夜、当事者も福祉・医療関係者、地域のボランティアだけではなく、
生きづらさって何と今まで関わったことのない地域の皆さんも一緒に半分お互いに地雷を踏みながらも生きづらさについて自由に話し合っています。何が正解か正直わかりませんが、生きづらさを抱えている当事者だけではなく地域の皆さんも一緒に生きづらさについて一緒に考えていくことで、生きづらさを抱えていても安心して過ごすことができることを示す内なら宣言的なものを作っていけるのかなと思っております。最後に私たちの思いが詰まった泊まりに心のサロンの PR 動画を見て説明を終わらせていただきたいと思います。この動画は YouTube にもアップされております。ご清聴ありがとうございました。